どうも、お疲れ様です。今回は、食料自給率の話をね、させていただきます。とはいっても、今までのように、食料自給率が日本は低いから、やばいという話ではありません。実はね、今ここに表記されているように、2019年度、食料自給率38%って書いてますよね。これ、皆さんがよく見る数字だと思います。私たちが、小学生の頃も、 食料自給率は50%を切っているよということでね結構ビビらされた思いがありますでもこの数値実はカロリーベーベスでの食料自給率なんです,よですんでお弁当がここに1個あってねその半分以上が輸入で出来上がってるっていうふうに単純に考えるのは間違いですこれは単なる農林水産省による印象操作なんですよ えー、というのがね、農林水産省は予算を獲得するために日本の食料事情がやばい。だから対策を打つためにお金がいるんですっていうふうに喧伝しなくてはいけないんですよね。じゃあ、食料自給率はカロリーベースではなくて何で測ればいいのか。これは金額で考えてみるとわかりやすいです。まあ、つまり、1000円で買ってきたお弁当があります。そのうちのいくらぐらいが 輸入によって賄われてるのかなって考えることなんですよ。驚いたことに、一つの弁当のうち7割が国内の生産によって賄われてます。皆さんもお米を買うことがあると思いますけども、お米ってほとんど国産ですよね。日本人の主食、お米です。お弁当を買うと、半分以上はお米によって占められてるんじゃないかなと思います。で 卵焼き食べますよね卵焼きじゃなくても卵に関するものって結構お料理が多いと思います当然お弁当の中にも入るケースはあると思いますじゃあ卵って輸入品ですかねほぼ国産ですよねこういうふうに一つ一つ考えていくと実はね私たちが食べる食品お弁当定食ほとんどのものが国内生産によって作られてるんですよ 1000円のもののうち700円ぐらいが国内で作られているものです。輸入してきたものは300円。つまり1000円あってもし輸入が途絶えても弁当のうち7割は私たちは食べれるわけなんですよ。だからちょうどいい塩梅で7対3ぐらいで食料自給率っていうのは出来上がっていて輸入率も大体3割。 結構いいバランスじゃないかなと思いますよね。そして輸入しないとできないものもありますから、そういったものはまあ輸入してくればいいのかなっていうことになります。さあ、この金額ベース。ね。なんで金額ベースで考えると、こうまで見方が違ってくるのかなってことですけども、やっぱりね、7割は国内で食料っていうのが自給できるんだってことが分かると、やっぱり予算が取りにくくなるってことがありますよね。 もちろんこの7割を維持するためにもっともっと予算が必要なんですっていうふうな言い方もできると思うんですけどもまあその辺はねえー農林水産省の力の見せ所腕の見せ所なのかなと思いますけどもやばいやばいと言った方がお金が出やすいまあここにもねちょっとね私は問題があると思うんですけどねまあでもどうでしょうかね食料のベースで食料自給率を金額ベースで見るとまあ7割ぐらいが国内で生産されてるよってこと でもカロリーベースで見ると6割から7割が海外のものでできているって考えたら先ほどまで例に出した同じお弁当たった3割しか輸入してないはずのその外国からの食材によって7割のカロリーが担保されていると考えるといかに輸入品はカロリーがじゃぶじゃぶなのかってことが分かります要するに過剰摂取になるわけですよまあですのでこれからも 金額ベースで国産のものを増やしていって輸入品っていうのはねカロリーの高いものになってきますんで本当にお弁当の1割から2割ぐらいっていうバランスがいいんじゃないかなと思います食料自給率実はカロリーベースではなくて金額ベースで測るべきだというまあ私の考えがねどのぐらいまでスタートかなと思いますけどもいかがでしょうかちょっとだいぶ見方が変わってきたんじゃないですかね 実は金額ベースで見ると私たちは食料自給率を見誤ることが少ないということなんですけどもいまだにいろんなところでカロリーベースで語られてるのは私はね非常に間違ったいわゆるミスリードを生んでるんじゃないかなと思ってますはいそれでは今回は以上です